皆さんこんにちは、フルティストの立花です。今日はドシャープの買い指についてです。フルートの中音域のドシャープは特に音程が上ずりやすく、ほぼ全ての指をキーから離すため楽器の支えも不安定になりやすい音です。運指をこのように通常のドシャープから右手の指を全て押さえると楽器の不安定さを抑えることができます。モーツァルトの協奏曲の冒頭などでこの運指が役に立ちます。また通常よりもキーを多く押さえているので音程も上ずりにくくなります。ただやはり正しい運指よりは音色が悪くなるので、速いパッセージなど音の目立たない箇所で適宜用いるようにしましょう。シャープに関連する買い指としてトリルキーを使ったトリルがあります。トリルキーは右手の指の間にある小さなキーで、向かって左が D トリルキー、右がディストリルキーと言います。ドシャープとレシャープのトリルには D トリルキーを人差し指で、ドシャープとレシャープのトリルにはディストリルキーを中指でそれぞれトリルしてください。この音域のトリルは動かす指が多く、通常の運指ではきれいにトリルするのが不可能なので、このトリルキーを有効に活用してください。ではまたお会いしましょう。